トリントンはアメリカ合衆国コネチカット州の北西部、リッチフィールド群東部のリッチフィールドヒルズに位置する都市である。アメリカ合衆国の小都市圏としては最大のものの中核都市でもある。2000年の国勢調査では人口36,383人であり、リッチフィールド群では最大である。トリントンは元は工業長であり、 ノーガタック川バレーにある街の大半もそうだった。今日では、楽しいメインストリートの環境を再生するために、隣接するインステッド市と競い合っている。トリントン中心街には、夏目具芸術学校があり、バレーのダンサーを養成しており、そのバレー団は、ワーナーブラザースフィルムスタジオによる、映画館として1931年に建設された1700席の公開堂である、 ワーナー劇場で公演を行っている。トリントン中心街では、ニューイングランドで最大のロッジオブ、エルクスも開催されている。エルクロッチ第372号は、多くの地域活動や行事を支援している。トリントンには、ラジオ局が2局ある。ワピッチ 89.9FM は非営利のトリントン、コミュニティラジオ財団が運営しており、w s n g 六百十 a m は、 バックリーブロードキャスティングが所有している。コネチカット大学地域キャンパスがトリントンにある。広さ100エーカーのキャンパスは、市の西部郊外の静かな田園部にあり、M、アデライズ教室旨とリッチフィールド軍共同拡大サービス旨で構成されている。トリントンでは、日刊誌が2紙発行されている。レパブリカン・アメリカンは、リッチフィールド群版を発行し、フランクリン通りに、 ツボがある。レジスターシティズンは、ジャーナルレジスター社が発行し、トリントンとウィンステッドで配布されるほか、コネチカット州北西宮の大半でも配られる。シャーロット・ハンガー・フォード病院は、地域の重要な医療機関に発展してきた。トリントンは、ビズジャーナルが見から、アメリカ合衆国の10の街のうち住みたい、夢の街第1位に指定された。トリントンはもともと、 ウォルコットビルと呼ばれ、1735年にコネチカット州ダーラム出身のエベネザー・ライマン・ジュニアが入ってきたのが始まりだった。初期開拓者はノーガタック川の西にある丘陵に住み、そこに最初の学校、教会、店舗、酒場が建設された。後にトリングフォードと呼ばれる東の丘に入植され、最良の農地となった。 トリントンは1740年10月に町として組織され法人化される許可を得た。ノーガタック側の急流が19世紀初期の工業に動力を与えるために使われた。1813年にフレデリック・ウォルコットがケート工場を建ててから工業が急成長した。工場が多くの労働力を呼び、商品、サービス、住居への需要を生んだ。 バーイケ州立公営イスラエル港とエラスタスホチスが1834年にノーガタック川沿いに新中工場2棟の建設を始めた。このことでトリントンにおける新中産業が始まり、後にはノーガタックバレー全体に広がることになった。1849年、ノーガタックバレー鉄道が開通し、トリントンと他の人口集中地とを結び、孤立状態を終わらせ、 さらなる工業成長への刺激となった。間もなく、トリントンでは、様々な金属製品を生産し、針、真鍮、金物、自転車、病などが生産された。トリントンの成長する工場が、19世紀から20世紀初めを、通じてイングランド、アイルランド、ドイツからの移民を引きつけた。1880年から1920年、 南欧や東欧からの移民が増えたので、トリントンの人口は3000人から22000人と爆発した。この時期の移民の大半は、ポーランド人、チェコ人、スロバキア人、イタリア人だった。トリントンは1923年に主として認証された。1955年、ハリケーン・コーニーとハリケーン・ダイアンが土地の川を溢れさせ、大洪水が中心街地域の大半や、 地域の資産を破壊した。トリントンには、州立公園がいくつかあり、そのうちの一つは、大変人気のある、バーエケ立公園である。1851年、ミロバーが、山からの小川がいくつか集まるところにダムを作って、水をため、動力を得られるようにした。下流に作られた川なめし場と製材所3カ所が、材木需要に合わせるために、 周辺数マイルにわたる松と多くの木を消費した。開墾された土地は住宅地となり、コネチカット州の工業指導力がさらに高まった。バー池は1949年に州立公園に指定された。この池自体は水深13フィートである。池に住む魚は、大口バス、鎖川カマス、ブラッククラッピー、イエローパーチ、ブルーギル、パンプキンシード、 ブラウンブルヘッドなどである。蒸発と濃縮によってミルクの保存法を開発したゲールボーデンが1857年にトリントンに世界初のコンデンスミルク製造工場を建設した。このミルクの新工場は大きな価値があることが証明され、特に南北戦争の時の北軍は重宝した。1877年の火事で工場が破壊された。現在は 滝のすぐ下にある聖堂の名板がその場所を示している。奴隷制度廃止運動家のジョン・ブラウンはトリントンの生まれである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は40.4平方マイルであり、このうち陸地39.8平方マイル、水域は0.6平方マイルで、水域率は1.41%である。市の東側と、 西側境界付近は山の頂上が並び、中心街と市の中央部はノーガタック側バレーにある。このために高い場所からの眺めが良く、街の明かりが背景となる。東西方向に適当な高規格道路やバイパス道路がないために、市内を横切るときはバレーに降りて反対側に上がる必要がある。トリントンの気候は季節によって温度差が大きいのが特徴であり、夏は 暖かいか暑くて湿度が高いことが多く、冬は寒くて、時には厳しい寒さになる。欠片の気候区分によれば、湿潤大陸性気候、略語では d f b にある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ジェームズ・オールディステイト・リントンは、市内のショッピングと文化的機会に住民や訪問者を引きつけるために、 中心街地域の再活性化を計画している。この再開発計画は現在も検討段階にあり、完成はしていない。メインストリートと中心街の改良と街路景観の充実のために50万ドルを受け取ることになっている。この予算は週から来るものであり、メインストリート東側の中心街改良に指定され、数ある充実の中でも新しい速道が含まれている。 2012年初期にはメインストリート西側の中心街改良のために75万ドルが確保され同様な改良を目指している。その他にも以下のような改良が検討されている。中心街にある高記念公園に対して歴史回帰と修復が2004年から始まって完成した。高記念公園小委員会とトリントン氏がフェレロヒクソン共同事業と密接に活動し、 ビクトリア様式のウォーキング公園に戻し、1906年に最初に作られた時の姿を再現した。これらの改修には、新しい歩道、記念物や石踏みの再配置が含まれていた。2005年、ガーデン・ゴッテス、LLC の所有者で、園芸作家のグーエニス・ビー・ハーベーが、既存庭園の再定義、設計、上級化のために雇用された。 高記念公園の植物園はそれ以来よく知られた観光地になった。トリントンはその中心街に幅広い業態の商人を誘致することを期待している。空室及び放棄された建物は小売業、事務所、住居に転換されることになっている。現在検討されているのは全国的な医療品小売業や書店のチェーン店であり、ウォーター通りの頭。 ケリーバス社の場所あたりに建設する。この計画は多くの者のが歴史的な遺産と考える鉄道駅を解体することになるので反対する者も,もいた。それにもかかわらず2011年1月4日安全上の問題があるとして建設から113年経っていた鉄道駅が解体された。歴史協会は出札窓や建物外部のテラコッタ装飾のいくらかなど わずかばかりのものを保存できた。2009年夏、ウィンステッド道路沿いにビッグワイのスーパーマーケットやローズのホームセンターが開店した。中心街の中心、メインストリートあるいはウォーター通り沿いに駐車場が建設される予定である。トリントン図書館に隣接する市営駐車場も中心街の駐車場として機能することになる。 中心街再開プロジェクトは歩行者のアクセスを強調しているので、レンガバリ歩道には街路樹、ベンチ、自転車ラックがメインストリート沿いに作られる予定である。市は渋滞を解消するために中心街のメインストリートとウォーター通り、東メインストリートの交差点を十字型に改良する計画である。メインストリートは一方通行にし、駐車レーンを片側に設ける。 隣接するプロスペクト通りも一方通行にしてメインストリートとは反対方向にする。道路の多くは状態があまり良くなく穴だらけである。トリントン中心街を通る主要州道は8号線、4号線、202号線である。その他に183号線と272号線が幹線道になっている。ノースウェスタン。 コネチカット交通地区がバスの定期便を運行している。メインストリートマーケットプレイスは2009年にスティーブ・クリス、ローズ・ポンとジェシカ・ホドルスキ、さらに2009年アクト・コミッショナーといった設立者によって創設された。最初の考えは中心街に家族連れを呼び込み地元商人を支援する行事を作ることだった。2009年から一晩で3000人の客、 40ないし45の展示者、15ないし20の食費にあた非営利の展示者、様々な種類の芸人などが集まるようになった。夏の木曜日の夜5時から9時に8週間連続で開催されている。メインストリートは車が規制され、ウォーター通りからアルボード通りまでがマーケットプレイスになる。トリントン市は民間庁税人を利用することでセント税金を 集めるのが通常である。2004年一般基金の予算資金残高は580万ドルだった。市は政府活動のために3680万ドル、事業のために420万ドルを貸し付け残高にしている。現行公債発行借入金は2021年までに償還管される予定である。トリントンの再建格付けが A1 である。 2004年の歳入は8,844万4,157ドルであり、資産税が64.40%、教育委員会補助金23.44%、連邦政府と州の補助金7.06%、一般政府3.67%、公衆安全0.64%、公共事業0.53%、投資収入0.26%、 レクリエーション0.01%という内訳だった。歳出と負債は8,867万9,873ドルで、あり、教育委員会53.41%、公衆安全12.97%、年金など10.58%、公共事業8.34%、負債サービス7.69%、一般政府3.49%、 公衆衛生と社会サービス1.99%、交通運営0.85%、レクリエーション0.40%、予備費0.29%となっていた。2003年に FBI が記録した暴力犯罪の件数は139だった。殺人は0件だった。暴力犯罪率は住民1000人あたり3.9件だった。1985年。 トリントン警察署がトレイシー・サーマンが起訴した事件に敗訴した。サーマンは疎遠になっていた夫のチャールズ・バック・サーマンによって1983年に殺されそうになった。この虐待、殺人未遂事件と裁判は後に1989年のテレビ映画、助けを求める叫び、トレイシー・サーマンの物語に作られた。主演はナンシー・マッケオンだった。 野球トリントンタイタンズがニューイングのフューチャーズ大学間野球リーグで試合を行っている。その設立シーズンは大学の下記野球リーグであるアトランティック大学間野球リーグで試合を行った。2010年のアトランティック大学間野球リーグを終えた後にカルミナッチスポーツグループに売却され、その加盟先をフューチャーズリーグに変えた。カルミナッチは プロのカナディアン・アメリカンリーグに属するブロックトン・ロックスとやはりフューチャーズリーグに属するマーサーズ・ビニヤード・シャークスも所有している。タイタンズはフーセニッチ・パークを本拠地にしている。2009年、アワー・ベースボール・ヘイブンと呼ばれる組織が特徴ある考えを提案した。それによって大学野球チームが再度トリントンを本拠地と呼ぶことができるものだった。その提案は クラウドソーシングと呼ばれ、500人ほどの個人に指示され、アトランティック大学間野球リーグに属する、ニューヨーク州のピークスキル・ロビンスがトリントンに移転して、トリントン・タイタンズとなった。タイタンズは2010年の開始年をカイザー・ディビジョンで優勝して飾った。トリントン・ツイスターズは1997年から2008年まで、ニューイングランド大学間野球リーグの一員だった。 1998年と2008年の2度、リーグのオールスターゲームを主催し、毎年そのデイビジョンでは上位に来ていた。このチームは2008年にマサチューセッツ州に移転することになり、リーグに対してもオーナーに対しても苦い感情を残した。以前はトリントン・ブレーブスというプロの野球チームが本拠にしており、コロニアルリーグの一員だった。 1950年の1シーズンのみで解体されたランニングトリントンロードレースは5マイルの競争であり8月のドナーズ週間に開催されている後記念公演を出発点にリバーサイドアベニュー、ミジョンアベニュー、プロスペクト通りなどバレーの各所を通る1972年から始まり主にコネチカット州全体のランナーのほか、マサチューセッツ州、ニューヨーク州 ニュージャージー州、ペンシルベニア州からも参加者が集まってきている。高校スポーツ2006年、トリントン高校男子、バスケットボールチームが1944年以来となる、コネチカット州選手権制覇を成し遂げた。ホリークロス・オブ・ウォーターベリーのライバル高校を破ったものである。ワーナー劇場鉄道駅、1907年頃。ありがとうございます。